いやー、切なケースだよ。だって前回はカリスマ占い師どころか書き出しの占い師とも言えないレベルの実力を見せてしまったけど、今回は大丈夫。私は選ばれた存在になるのだ。さて、何がいけなかったのでしょうか。そこだけは分かりませんが、今回もやっていきましょう。しかし謙虚に行かなダメだなっていうことは前回のパートで分かったので、1000円で行くんやけどね。運じゃないかな。刹那圭介、結構運が悪いタイプの実況者です。だからイチャモンつけてくる人が多いんでしょう。どうだ、どうでしょう。いやー、よかったよかったよかった。いやー、今回はちゃんと来よるわ、ちゃんと来るわこれ。いやー、よかった。もうイチャモンとかコリコリやけんな。あなたが久しぶりのお客です。まずは身の上を聞いてみましょう。名前ですか。そうですね、波へ、あ、いや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 、雄三じゃありませんか。分かっていましたよ。けどなんかすっごい名前だから、周りの人に聞かれないように言わないでおいてあげただけです。ウレギュラーさんですね。イレギュラーさんじゃないんですよね。誕生日2月28日。結構惜しいですね。まあこれくらいの誤差はありますから、前から言っているけどありますから、まあ、お客さんに言ってもしょうがないんですけどね。年齢は38じゃありませんか。まあ分かっていましたよ。38っていうのは外見年齢のことを言ったまでです。あなたの本当の年齢は94歳です。若い美貌ですね。血液型は A 型でしょ。そんなことはどうでもいい。言い当てます。あなたの趣味は。あなた園芸に凝っているでしょ。ござるって何ですか。前もそんな人が来ましたよ。ござるはもう使われていません。多分名前からして外国人なのでしょうが、ござるは使われておりません。昔の話です。今の日本にはござるという言葉ありません。死語です。結構前の死語です。あなたの職業は。あなたもう定年を迎えて職はないでしょう。定年退職で職はもうなくなっています。年金で生活してるでしょう。でしょうね。まあ94歳で働いていたら頑張りすぎじじいと呼びます。配偶者いないでしょ。まあそんな気はしていましたがね。ジョークです。アメリカンジョーク。あなた何人ですか。兄弟の数、差し詰め2人といったところでしょう。あなたには兄弟は2人でありましょう。兄が2人、そのパターンのやつ。かわいそうに、お兄さん2人とも亡くなってらっしゃる。頑張ってください。
さて占っていきましょう。まずは水晶。ほー、じゃあ占いを始めていきましょう。就職活動、あなたまだ働くつもりですか？もう年なんですから、それくらいにしといてもいいと思うのですが。というか年金は出ないのですか？年金で生活すればいいと思いますが。頑張りますね。いいえ、別に働くことが働かない方がいいと言っているわけではありません。それは人のそれぞれです。そうですね、活動が少ないのじゃないですか？もっと頑張って活動しないと。その年で雇ってくださる企業の方はいませんよ。焦らず頑張っていけば皆さんも認めてくださるでしょう。地道に活動しましょう。頑張っていたら皆様に認めてくださるでしょう。頑張ってください。あなたの就職は未来へつながります。もっともあなたの未来があと何年か分かりませんけどね。へーへー。おやおや、今日はクレーマーは来ませんね。これは良かった。私の実力がクレーマーの目にもよく映ったのでしょう。さて本日2人目の顧客ですね。女性が来ました。でよく見たら男性じゃないですか。どういうことですか、あなた。西洋先っているのじゃありませんか。まあいいでしょう。私には何の関係もありませんからね。まずは身の上。まあもうめんどくさい。名前だけ聞いておきましょう。あなたの名前は、多分これまでの傾向からして、ベロニカとかそういう名前でしょ。なんでいきなり普通の名前で来るのですか。え、分かってましたよ。秀久でしょ。バリバリの日本人ですね、あなたは。めんどくさい。もうこの3つはやらない。言い当ててみましょう。あなたは、ギャンブルが好きでしょう。ギャンブルしまくってお金をすられているような顔をしていますね。漫画の方でもカイジや赤城みたいなそういうギャンブル漫画をよく読んでおりますね。何ですかその言い方。私の言うことを完全に否定するのですか。ありえるのです。マジありえるのです。職業は団体職員じゃありませんか。団体行動が得意なようです。それはいいことですがね。ありえないとか言うなや。ありえるの。兄弟の数は大家族の7人でしょう。ありえるのよ。外国じゃ30人の兄弟とかいるみたいですから。ありえるのですよ。日本でもおかしいかは分かりません。限りませんのよ。よかろう、そこまで言うのなら私の占いの技術を見せてあげましょう。水晶オープン、クローズ。では占います。金運を見てください。わかりました。あなたの金運は低調ですね。あなたからは金の匂いが全然しません。
めっちゃ悪い兆しが出ています。あなた金にはめちゃくちゃ縁がなさそうです。これは一発逆転を狙うしかないでしょう。ファイト。いえいえ、あなたの今後のお金の生活見直してみてはいかがでしょう。バイチュー。あー、よっしゃ。おお、なんか久々にちゃんと仕事した気がする。収入マイナス優勢やけどね赤字だけどね。こんだけ来るんだったら別に料金上げてもよくね。てか上げんかったら赤字続くよ。どうかな来るなよ、そういうクレーマー来るなよ。あじゃあ、ね、値段上げただけでなんでこんな来るん。逃げろ逃げろ。あ、逃げれたわ。よっしゃあ。あ一日をクレーマーだけで過ごしてしまった。くそくそー、クレーマーめ。料金1000の方が、でも1000じゃダメないよな、赤字やけん。2000のままでもう一丁。ああ、ちゃんと来るで。あれ？あなた前にも見たような気がするのですが。あれ、イレギュラーさんでしたっけ？そんな名前でしたよね。イレギュラーさん。どうしました、イレギュラーさん。あれ？イレギュラーさんじゃない。ヌーホローさん。もしかしてあなた、亡くなったとか言ってた兄の方ですか？っていうか、亡くなってらっしゃったんじゃないんですか？よかった。それはよかった。亡くなっているという概念を頭の中で持っていたもので。いえ、失礼。それならよかったです。あれ？弟さんと年一緒じゃありませんか？双子なのですか？では、弟さんと一緒のように言い当ててみましょう。職業は、まさかの学生では。いえいえ、今のはふざけただけです。まあこれはありませんよね。ジョークです。アメリカンジョーク。あなた何人ですか？兄弟。そりゃあ二人じゃありませんか？そうですか。あなた兄弟が亡くなった悲しみをまだ引きずっているのですね。わかります。それじゃあ二人とは言いたくないでしょう。聞いた私が失礼でした。すみません。趣味ですか？食べることでしょう。食べることは大事です。ありえないことはないでしょう。食べることが好きな男性に謝ってください。それはちょっとダメだと思います。やっていた部活動。そうですね、あなた人をダメになるようなことが好きなタイプでしょう。奉仕系の部活動に活動していたんじゃありませんか？ありえないのですか？あなた人を助けるような仕事とかやるのありえないんですか？それは不幸になっていく人間のタイプですよ。今から改めた方がいいでしょう。さて、占いを始めましょう。まずは水晶。アラビラビラビラボラボレラ、アラビラボラビラシャホアラボデ。では占いを始めていきましょう。仕事運ですか？あなたまだ仕事してるのですか？弟さんも就職しようとしていましたよ。頑張りますね、その年で。まあ頑張ってください。それの助言をしていきます。今から
最近かもなく不可もないでしょう。多分兄弟が亡くなられてショックがあるのでしょう。自信を持ってください。あなたにはできるのです。ところであなた何の仕事してるのですか。こまめな連絡、弟さんにも仕事のことをいろいろ教えてあげてください。いえいえ、あなたの仕事はかどるといいですね。さあで2人目、クレーマー来るなよクレーマー。終わった。終わってまだ。2人目の逆こんかった。そう簡単なもんじゃないな。分かっとったことやけど、来るかな。これいけるんかな。赤字抜けるときあるんかな。赤字抜けるとき来るんかなこれ。頑張るしかねえよな。あっしあっしおっしよし来たー。お客さん来たー。チャット来たー。いらっしゃいませ。あなたは私のところに来ました。これは運命でしょう。まずはあなたの名前を聞いていきます。あなたの名前はすみっこという名前ではありませんか。最近そういう名前の人多いですね。早いなのですか。まあそんなことは私では関係ありませんけどね。では年齢を聞いてみましょう。あなたは84歳じゃありませんか。お、惜しい。まあこれぐらいの誤差は分かっていると思いますが、あります。占いというのはそういうものです。では言い当てましょう。あなたの兄弟は一人っ子ぼっち兄弟。違うのですか。あなたぼっちって言われてちょっと腹が立って嘘をついていませんか。どうなのですか。あなた嘘をついたら占いに響きますよ。あなたは配偶者はいるでしょう。分かっていました。それぐらいは当然の結果。それぐらいの未来が見えなければカリスマ占い師をやっておりません。カリスマですよ。カリスマ。趣味は美容系でしょう。その髪型も自分でうまくやってたでしょう。器用ですね。違うのですか。まあそんなことは分かってました。髪の毛なんかいじるタイプじゃないような気がしてたような気がします。気がする。では占ってみせましょう。あなたの未来をこれで見るのです。占い玉。そうですね、この水晶玉の下の置いている部分のこの波の感じがパーですからね。ということは、てかあなたギャンブルの運を見てもらおうとしてるのですか。ギャンブルに頼りすぎたらあなた人生破綻しますよ。いいのですか。ギャンブルの運を見てくださいの前にギャンブルをやめることを私はお勧めします。ちゃんと働いてください。嘘をついててもギャンブルをやめさせないといけないってパターンのような気がしてくる。どん底ですね。もうこれ以上上に上がってくることはないと思います。関わらぬが吉。どうしてもやりたいということならばイカ様と裏技を決め極めろ。いえいえ、
あなたがギャンブルで人生を破綻させないことを祈っております。あはははは、わあ、メンヘルだメンヘルだ逃げろー、逃げ切った、よかったよかった。そう、メンヘラに構ってたら時間がなくなった。さて、赤字ばっかだよっしゃ、俺はもう強行作戦になるぞ。赤字ばっかならこっちも料金を上げてしまえばいいのさ、8万円うわぁ、もうこれでラストを飾ってやるぜほら、どんなん着てもしょうがないわ。誰も来んかったお客は多分来んだろうなってちょっと心の中で思っとったけどさまさかのさ、イチャモンつけてくる人まで来んかったっていうねもうなんつうかさ、なん癖つける方もさ、こんだけすっごい言いがかりつきやすそうなもん主導権さ、逆にもうなんか呆れてこんようになったんだろうな資金が10万切ってしまったというわけで、私には多分占い師の能力はないということが分かりました皆さん、残念ながら私には力など宿っておりませんでした。もし皆さんで俺刹那圭介みたいに占い師の能力があると思った方は、このゲームをダウンロードしてやってみてください。ちなみに私は言い当てた確率 20%、 占いを当てた確率 28%、 接客数は7人でした。もし占い師を目指そうという思ってこのゲームをやるのなら頑張ってください。私にはあなたの未来が見えます。あなたが赤字になっててんやわんやしている未来が。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。 See you again.